中で私なんかはそのいや立花さんに影響されて過激になったというよりかはもともと YouTube 立ち上げの時も影学園に突入するっていうところを YouTube に最初アップしたのがそもそもチャンネル翼の立ち上げの最初のきっかけだし、もともと黒川っていうのは以前から統一教会と自民党の関係性っていうのを暴露していて、日曜討論でおじいちゃんの代から CIA っていうのをやったり、基本的にあの危険を顧みずに、あ、スポチャありがとうございます、カクさんどうもありがとうございます、っていう姿勢は別にもともとオリジナルで持ってますよっていう話をしてきました。はい、羽織っちゃうから、うん、ちょっと離れた方がいいですよ。あ、あの消えてます。1個忘れちゃったんですけど、1個これちょっと論争する目的で言ってるわけじゃないんですけど、黒川さんなんかはちゃんと出てきて活動するっていうのがあって、それはいい意味でも悪い意味でもそういうふうになるっていうことが1点と、ここちょっと質問で聞きたいんですけど、あの蓮舫さんってどんな人なんですか、翼の党から見て。どんな人、どんな人とは。僕蓮舫さんの政策とかずっとそのゴシップとか調べてったら、そんなになんていうのかな、あの立憲民主党が中国共産党っていうのは分かってるんですけど、あのまあそれとは別としてね、あのその立憲の人って意見バラバラだと思うんですよ、いろんな人がいて。で蓮舫さんのほら批判をしてたんで、翼の党の動画とかで、でまあなんかその特にここが悪いっていうのはあるんですかね。まず二重国籍問題があったじゃないですか。あ、もうそれ一点は、それは一点分かってるんで、他の面って何かありますかね。他の面で、まあ基本的にあれですよね、その自民党の批判は、するけれど、じゃあ自民党の政策に対して大改案を出さないっていうのは、これ立憲さんみんなに言えることで、まあ蓮舫さんも結構そういう感じで、まあ中身がないんじゃないのかなっていう印象です。まあ私そんなに蓮舫さんのこと詳しく調べたことないんでよくわからないですけど、消費税上げるっていうのは蓮舫さんもその立憲なんで賛成してるんじゃないですか。あの消費税上げるのには、あの蓮舫は賛成しましたね、民主党政権時代。それは全く私たちの考え方とは全く違いますし、相入れない点ですよね。あと2番じゃダメなんですよ、我々は。あ、懐かしいですね。はい、2番じゃダメなんで。まあ、分かりました。ただ僕が言いたいのは、他のほらカルト政党のカルト政治家に比べて、はい、あの結構そのなんていうのかな、あの大きく逸脱してないところがあったんで、あ、まあ、だからその例えば山本太郎とか、蓮舫とか、あの多分何人かいると思うんですけど、多分そのまあ須藤元気とかもそうですけど、その全世界がどういうシステムでどう動いてるかって分かってるけど、分かってるけどちょっとそこ踏み込んでいっちゃうと政治家として消されちゃうから前に出てない、 要は理解してるけどちょっとずつ前に進んでるっていう政治家なのかなっていうことで確認でちょっと聞いたって感じです。まああのそのなんか自民とか公明とかのカルト議員たちと大して変わらないと思いますし、 より中身がないと思います。以上じゃダメですか。内容は薄いですよね。はい、はい、とりあえずまあ、はい、それだけなんで僕はまあまあ分かりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次戸上さんすいませんお願いします。